テーバイ。テバイは古代ギリシアにあった都市国家ポリスの一つ。現在の中央ギリシャ地方ビオティア県の県とティーバにあたる。ボイオーティア同盟の名手となり、アテナイやスパルタと派権を争った最有力の都市国家の一つであった。聖教を謳われた新生体の活躍も知られている。また、ギリシャ神話では七つの門のテバイとして名高く、 オイディプース伝説などの舞台となっている。超音を略したテバイやテーベと表記されることもある。テーバイはボイオーティアとアッティカはかつキサイロナス山脈の北緑、ボイオーティア平原の南端にあたる。テーバイはアイオリス人が建設したと考えられている。テーバイからはミケーネ文明期の遺跡が見つかっている。青銅器時代にはドーリア人の信仰を受けたと考えられ、 彼らによる征服の事実がこの都市をめぐる神話の背景になっていると考えられている。ボイオーティア地方の中心に位置し、また軍事的にも強力なテーバイは自然にボイオーティア人の名手としての地位を確立していった。紀元前6世紀後半、テーバイ人たちは初めてアテナイ人たちと衝突を起こした。ボイオーティア側の小さな村落であるプラタイアが独立を維持するために、 アテナイ人が支援したのが契機であり、紀元前506年にはアッティカへの侵攻が撃退されている。紀元前480年、アケメネス朝のクセルクセス一世がギリシャに侵攻するペルシャ戦争。テルモピュライの戦い、紀元前480年において、テーバイ軍400人はギリシャ軍に参加し、スパルタのレオニダス一世と共に、テルモピュライで最後まで踏みとどまるものの、 ペルシャへ投降。レオニダスラの玉砕と比較して愛国心がないと非難されるその姿勢はしばしばアテナイとの険悪な関係で説明される。テイバイの指導的な貴族たちはペルシャ軍への参加を決定し、テイバイはペルシャ軍のギリシャ攻略拠点となった。プラタイアの戦い、紀元前七十九年においてテバイ軍はペルシャ軍の一員として激しく戦うものの、 戦いは、キリシャ連合軍が勝利を収めた。テイバイは、キリシャ連合軍によって攻略され、ボイオーティア同盟の名手の座から引き下ろされるなどの、懲罰が加えられた。スパルタは、テイバイを、デルポイのリンポ同盟から除名しようとしたが、アテナイの仲裁によって免れている。紀元前460年、アテナイ、デロス同盟とスパルタ、ペロポネソス同盟との間に第一次、 ペロポネソス戦争、紀元前460年、紀元前445年が勃発する。紀元前457年、スパルター方針を転換し、中部ギリシャにおいてアテナイに対抗できる勢力として、ボイオーティアにおける定売の復権を認めた。アテナイは、追いの蓋の戦い、紀元前457年で、ボイオーティア同盟を破り、定売を除く。 全都市を占領して、ボイオーティアを支配下に置いたが、定売のカドメアの要塞は、アテナイに対する抵抗の拠点として持ちこたえた。デルポイをめぐる、第二次新生戦争、紀元前449年、紀元前448年の収束後、ボイオーティアの諸都市は、アテナイに対して、反旗を翻すようになった。コロネアの戦い、期限全447年でボイオーティアなどの、 連合軍は、アテナイに勝利、アテナイは、ボイオーティアから撤退し、ボイオーティアの諸都市は、独立を取り戻した。紀元前431年、第二次ペロポネソス戦争、紀元前431年、紀元前404年、が勃発するが、テバイは、スパルタの忠実な同盟者として、アテナイと戦った。これに対してアテナイは、プラタイアをはじめとする小規模な都市を支援して、 テイバイを苦しめた。紀元前427年、テイバイは因縁の深いプラタイアを占領し、破壊している。紀元前424年にはで、テイバイをはじめとするボヨーディア軍はアテナイ軍を破り、テイバイの軍事的な実力が示されることとなった。紀元前404年、ペロポネソス戦争はスパルタの勝利で終結し、アテナイには、 親スパルタの三十人政権が樹立された。テ売バイの指導者たちは、スパルタが併合の意図を持っていたことを知り、スパルタとの同盟を破棄した。紀元前403年には、テ売バイは、アテナイの民主制復活を密かに支援し、スパルタに対する均衡を取らせようとしている。反スパルタ勢力に対して、アケメネス朝からの資金提供も行われたことも、一つの要因となり、テ売バイは、 コリントスと共に反スパルタ連合の核となっていった。紀元前395年、テーバイやコリントスなどの諸国は、スパルタとの間に先端を開く、コリントス戦争。テーバイは、紀元前395年やコロネーアの戦い、紀元前394年で、軍事的な能力を示した。紀元前387年、アンタルキラスの和訳が結ばれ、 すべてのギリシアの都市の完全な自治が明記された。この和訳は、ボイオーティアの諸都市の定売からの離反を招くものであり、定売にとっては破滅的なものであった。紀元前383年、スパルタは裏切りによって、城塞を占拠し、定売の軍を削減した。紀元前379年、ペロピダスやエパメーノンダスが率いる定売市民の決起が成功して、 スパルタ軍を追放し、テイバイはスパルタの支配から脱した。伝統的な加藤政治の代わりに民主主義が導入された。スパルタとの戦いにおいて、ペロピダスやエパメーノンダスが率いるテイバイ軍は優れた戦果を上げた。紀元前371年のレウクトラの戦いで、エパメーノンダス率いる劣勢のテイバイ軍がスパルタを撃破したことで、 定売の軍事的な栄光は頂点に達し、定売がスパルタに代わってギリシャの覇権を握ることとなった。エパメーノンダス率いる定売軍はペロポネソスに侵攻し、スパルタ経済の基盤である奴隷を解放した。同様の遠征はテッサリアやマケドニアに対しても行われた。しかし、定売の覇権は長く続かなかった。 紀元前364年には、キュノスケファラインの戦いでペロピダスが戦死。紀元前362年のマンティネアの戦いで、エパメーノンダスを、はじめ多くの将軍をなった。エパメーノンダスに代わる有能な指導者を持たなかった、テイバイは覇権を失い、復活した、アテナイの後人を廃することになる。紀元前356年、紀元前346年、で、テイバイは、 アテナイ、スパルタなどと同盟したフォキスと戦ったが、中部ギリシャにおいて優勢を維持することはできなかった。テイバイはマケドニアをピリッポス2世の助力を得ることでようやく勝利を手にしたが、この戦争はピリッポスのギリシアでの勢力拡大へとつながった。マケドニア王国のピリッポス2世は派遣国家だった当時のテイバイに人質として暮らし、 エパメーノンダスから教育を受けたとされる。紀元前339年、アテナイの指導者であるデモステネスは、反マケドニアの立場で、定売を説得し、同盟を結んだ。紀元前338年のカイロネイアの戦いで、ピリッポス二世とその子アレクサンドロス、後のアレクサンドロス三世が率いるマケドニア軍と、戦った定売アテナイ連合軍は敗れた。 この戦いで、新生体も壊滅を遂げた。これにより、ギリシャに対するマケドニアの影響を排除する希望は失われた。ピリッポス二世は、ボイオーティアに対する支配権を剥奪するのみで満足した。紀元前335年、ピリッポス二世が暗殺されると、ギリシャの諸都市はマケドニアから離反した。定売は、アテナイと結び、放棄した市民は、マケドニア軍を追放して、 アレクサンドロス三世に反旗をこぼした。北方を転戦していたアレクサンドロスは直ちに反応してギリシャに急行した。他の都市はアレクサンドロスの強行軍の前に抵抗をためらったが、定売は徹底抗戦を決めた。結果、定売は蹂躙された。定売は徹底して破壊され、殺戮の中で生き残った住民は奴隷として売り飛ばされた。 破壊を免れたのは、寺院とピンダロス、定売出身の紀元前5世紀の詩人家のみ。奴隷化を免れたのは、聖職者と親マケドニアの指導者、ピンダロスの末裔だけであった。定売の末路に恐怖したアテナイは、マケドニアに屈服した。紀元前316年、カッサンドロスによって定売は再建された。中世に入ると、 東ローマ帝国のもとで木の織物の産地として発展を遂げることとなる。テーバイはギリシャ神話で重要な役割を果たす土地である。神話によればテーバイの創建者はカドモスである。フェニキア王アゲーノールの命でゼウスにさらわれたエウロペを創作していたカドモスはエウロペが見つからないので帰国できず代わりにアレスの竜を討伐してテーバイを建国した。カドモスは ハルモニアーと結婚し、複数の子女を儲けたが、ことごとく不幸な死を遂げた。その一人、王女、セメレーガゼウスとの間に成した子が、皇上と武道士と名帝の神ディオニューソスである。父を殺し母を妻としたオイディプースの悲劇の舞台で、あり、オイディプースは、カドモスの夜叉後にあたる。オイディプースには二人の男子、エテオクレース、ポリネーケスと二人の女子、アンティゴネー。 イスメーネーがいた。二人の男子は王位をめぐって争い、テイバイゼメの七章の物語となる。七章は、攻略に失敗し、反逆者として埋葬が禁止された兄、ポリュネーケースの亡骸を葬ったアンティゴネーは自害した。十年後に七章の息子たち、エピゴノイが勝利を収める。神話によれば、テイバイには七つの門があるとされ、テイバイゼメの七章やその息子たちにあたるエピゴノイ。 たちは、各将が一つずつ門を攻め、対する定売側も、各門に一人ずつの将を拝して対抗した。また、大英雄、ヘーラクレース出生の地でもあり、ここから、定売の重層不評の盾の紋章には、金棒、ヘーラクレースの象徴の絵がよく用いられていた。定売に関する神話、神話上の人物として、以下のものがある。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。